青山さん。え、何ですか。おい、ちゃんと告れよ。教室で告るとかマジか。これは罰ゲームで告白するやつだ。中学の時よくされたっけ。高校生はこんな遊びしないだろうって思ってたのに。あのさ、俺と早く終わらせてよ。この注目されてる時間が嫌なんだよ。どけ。あ、アキラ。ちょっと何してるの。好きです。俺と付き合ってください。七クマ。私は青山恵美。ひっそりと学校生活を送っている高校2年生。昔から人見知りで、この学校に入学してから2年も経つというのに、未だに友達と呼べるような相手はいない。地味な容姿と性格のせいで、いじめられていた中学の時よりは全然マシだけど。あ、青山さん、おはよう。おはよう。彼女は磯崎由香さん。学校一モテると言われている彼女とは、2学期の席替えで隣同士になって初めて話すようになった。あ、その本。あ、教科書と一緒に電車の中で読んでた本を取り出しちゃった。これは最近人気の本だよね。私が出てる雑誌でも話題になってた。そうなんだ。正直磯崎さんが本に興味があるのはちょっと意外だった。彼女は雑誌のモデルもしていて、小説よりブランドムックとかの方が興味あると思っていたから。面白かった？うん、ホラーが苦手じゃなければおすすめかも。ふーん、ホラー映画は好きだから読んでみようかな。よかったら貸しましょうか？大丈夫、自分で買う。そうだよね。なんで貸そうかなんて言っちゃったんだろう私。慣れ慣れしいやつって思われたかも。あ、アキラくん。おはよう。ねえ、この前の話なんだけど。今教室に入ってきたのは鈴木アキラ。学年で一番の秀才でイケメン。男女問わずいつもたくさんの人に囲まれている人気者だ。磯崎さんと並んでいるとお似合いだな。あそこだけ学園ドラマの撮影中みたい。ん？どうしたの？いや、なんでもない。私も磯崎さんみたいに美人だったら、そんな叶うわけがないことを願ってしまう私には、実は学校では絶対に話せない秘密があるのだ。ただいま。ふう、今日は宿題がたくさん出たな。夜ご飯の前にやり始めなくちゃ。私の通っている学校は私立の進学校で、授業のペースがかなり早い。特に私みたいに高校から入学したタイプは、中学から通っている子たちに合わせるのに必死なのだ。宿題はもちろん、予習復習もきちんとやっておかないと、あっという間に授業に置いていかれてしまうから大変だ。エミー、ご飯できたわよ。はーい。よし、お風呂も済ませたし、残りの宿題を片付けなくちゃ。え？あ、アキラ？エミー！ちょっと。実は学校一の人気者の鈴木アキラは私のお隣さんで幼なじみなのだ。ちょっと。ちゃんと宿題終わらせてから来たよ。え？今日ってサッカー部の練習あったよね。それなのにもう宿題終わったの？帰ってきてからすぐにやった私はまだ終わってないのに。エミ、いい匂いだね。お風呂上がり？そうだけど。もう離れてよ。ああ。ええー、じゃありません。っていうか、お隣とはいえ勝手に女の子の部屋に入っちゃダメでしょ。そんなこと言って。
俺のために窓の鍵を開けておいてくれてるくせに。違うの？そんな子犬のような目で見つめないでよ。とにかく私はまだ宿題終わってないの。だからどいて。そうなの？じゃあ俺が教えてあげる。うん、ここで必要ないって言えないところが悲しい。ここはこの公式を使うんだよ。なるほど。アキラは中学から今の私立の学校に通っていて、もともと頭もいいので余裕で授業についていけるようだ。ここ先生の説明がよくわからなくて、アキラの教え方の方が学校の先生よりわかりやすいかも。ああ、田中先生は少し回りくどいからね。そういう時は休み時間に俺に聞いてくれればいいのに。そんなことできないってわかってるくせに。ねえ、もう2年生だよ。まだ学校で話しかけちゃダメなの？卒業するまでダメ。私はアキラと2つ約束をしている。学校では話しかけないこと、私と知り合いだということも話さないこと。私が平穏な高校生活を送るためだからと強くお願いしたおかげで、今のところアキラは約束を守ってくれている。私なんかと知り合いだってバレたらアキラの評価を下げちゃうもん。エミ、何？ここ間違ってるよ。え、どこ？青山さん、磯崎さん、おはよう。昨日の本読んだんだけど、どうだった？めちゃくちゃ怖かった。ごめん。でも面白かった。うん、面白いよね。よかった。あの鬼が出てくるシーンやばくない？うん、私夜に自分の部屋で読んでたから、もう小さい音でもビクビクしちゃって。わかる！私昨日イヤホンして寝たもん。あ、それいいね。私も今度ホラー読んだらそうしようかな。ゆうか、ちょっといい？あ、呼ばれてる。また後で話そうね。うん。磯崎さんとこんな風に本の感想を話せるなんて嬉しいな。後でってことは他の感想も聞かせてくれるのかな。ねえ、青山さん。え、何ですか？おい、ちゃんと告れよ。教室で告るとかマジか。これは罰ゲームで告白するやつだ。中学の時よくされたっけ。高校生はこんな遊びしないだろうって思ってたのに。あのさ、俺と早く終わらせてよ。この注目されてる時間が嫌なんだよ。どけ。あ、アキラ！ちょっと何してるの？好きです。俺と付き合ってください。何を言って。嘘。磯崎さん？大丈夫？ゆか、アキラくんきっと冗談だって。磯崎さん、もしかしてアキラのことが？どうしよう、せっかく磯崎さんと仲良くなれたと思ったのに。何？考え事？誰のせいだと思って。っていうか話してよ。アキラはあのわけのわからない告白をした後、やりすぎなくらいに私にベタベタするようになってしまい、それから逃げようとしたところ、こうして膝の上に乗られてしまったのだ。ダメ、また誰かから告られたら困るもん。そんなことあるわけ？おいおい、アキラ、そんな子が男子に告られるわけないだろ。目悪いのか？ああ、怖っ。もしかしてマジ？青山さん、ちょっといい？磯崎さん。私は磯崎さんと一緒に教室を出た。
これはかなりヤバいやつなんじゃ。磯崎さんがそんな人だとは思いたくなかったけど、もしかしたら空き教室で磯崎さんの友達や同じようにアキラを好きな子たちが待ち伏せしてるんじゃないかと私は身構えた。こんな地味でブスな私が急にアキラみたいな男子に告白されたら怒りたくもなるよね。磯崎さんはアキラのことがきっと好きなんだろうし。しかし私の予想していたようなことはなく、空き教室には誰もいなかった。あのさ、はい、青山さんってアキラと幼馴染なんだってね。え、アキラそっちもバラしちゃったの？はい、そっか。私さっきアキラに振られたんだけど。え、そんなに驚くこと？あのずっとお似合いだなって思ってて。だから。そっか、ありがとう。磯崎さんは静かに泣いていた。私はどうしたらいいかわからなかった。ごめん、泣いたりして。いえ。あのさ、アキラ本気だったよ。本当に青山さんのこと好きなんだって。小学校の時からずっと。今までそんなことは一度も。アキラに学校では話しかけるなって言ってるんでしょ。それってなんで？私中学の頃に容姿のことでいじめられてて、私と知り合いって分かったらアキラまで変な風に思われるかもって。そっか、アキラのこと守りたかったんだね。そんな風に言ってもらえるほど私はいい人じゃないです。弱くて卑屈で。そんなの許さない。え、私の好きな人が好きな子がそんな諦めモードだなんて許さないって言ってるの。磯崎さん、振られても仕方なかったって私が思えるぐらいお似合いのカップルになってほしい。アキラのこと守りたいって思うほど好きなんでしょ。私は。気がつくと私も泣いていた。ずっと好きだなんて思っちゃいけないと思っていた。でもアキラが部屋に来てくれると嬉しかったし、学校でも気がつくと目で追っていた。私はアキラのことがずっと、はい、好きです。私が手伝ってあげる。え、最高に可愛くしちゃうから覚悟してよね。俺には小学生の時からずっと好きな女の子がいる。でもエミ、今日学校来るかな。俺が急に告白したことで彼女から接近禁止令を出されてしまった。結局土日は一度も窓のカーテンも鍵も開くことはなかったし、嫌われたのかな俺。中学の頃俺たちは別々の学校だった。でもエミの様子からいじめられていたことはなんとなく分かっていた。高校では目立たないように過ごしたがっていたエミのことを俺は後期の目にさらしてしまったんだから、嫌われるのも当然だと思った。アキラおはよう。お前が罰ゲームなんかでエミに告ったせいで。ごめん。でもそのおかげで青山に告れたんだろ。ある意味俺は恋のキューピッドじゃね。そんなわけあるか。え、もしかしてアキラ振られたの？知らねえよ。どういう意味だよ。そんなの俺の方が聞きたい。俺はもう口も聞いてもらえないぐらい嫌われちゃったのか。せめて話をさせてよエミ。あれ誰だ？めっちゃ可愛い子がクラスにいるぞ。エミ。教室にはメガネからコンタクトに変わり、顔が見えないぐらい長かった前髪を切ったエミが座っていた。あれが青山？超可愛いじゃん。アキラ
どうしたの？イメちゃん？磯崎さんがいろいろ教えてくれて。こらこら、ゆかでしょ、エミ。うん、ゆかがね、私が胸を張ってアキラの隣を歩けるように変身させてくれたんだ。どうかな。わかんない。いつも可愛いけど今日もめちゃくちゃ可愛いよ。何よそれ。まったく、本当にアキラはエミにぞっこんなんだから。ほら、エミもちゃんと伝えるんでしょ。うん、あのね、アキラ、私もアキラのことが好き。私を彼女にしてください。エミ、ありがとう。すげえ嬉しい。こうして俺たちは付き合うことになった。磯崎はというと、エミの影響で本が好きになり、小説原作の映画のオーディションに挑戦して見事主役の座を射止めた。モデルから女優に転身した彼女は今でもエミの仲のいい友達だ。今度のデートではその映画をエミと見に行く。映画の間絶対手を離さないでね。ああ、はいはい。エミ、大丈夫、アキラのことは私が守ってあげるからね。じゃ、今日のとこテストに出るから復習しとけよ。俺の名前は田辺飛鳥、高校2年生。中学時代は堅物真面目な両親の期待に応えようと成績は常にトップ、全国模試も1位だった。でもある時、勉強も親の期待に応えようとすることもバカバカしくなって、俺は勉強に本気を出すのをやめた。あの時親に本音をぶつけたから前よりいい関係になれたんだよな。いた、田辺飛鳥。来週の中間テストの準備は万全なんでしょうね。は？はじゃないわよ。1週間前から追い込まなくても余裕そうね。本当はとっても頭いいものね。楽しみにしてるわ。なんなんだよもう。俺は平均さえ取れればいいんだよ。彼女は辻茜、成績優秀な美少女として有名で、常にテストは学年1位、全国模試も20位以内には必ず入っている。なぜか1年の頃から同じクラスでもないのに何かと俺に突っかかってくる。彼女の言い分を要約すると、お前はやればできるやつなんだから、もっと本気でテストに挑め、そして私を倒してみろということらしい。普段は穏やかで明るくて周りに常に人がいるような子なのに、なぜか俺にだけはひどく当たりが強く嫌われているようだ。彼女に目の敵にされる理由をずっと考えているけど、どう頑張ってもわからない。てか、なんで俺が頭良かったことを知ってるんだ？どっかで会ったっけ？ふふん、どう？私のテスト結果。うんうん、すごいすごい。気持ちが全然入ってない。いやいや、テストが返されるたびに俺のクラスまでドヤ顔で点数見せに来てたから知ってるし。ぐぬぬぬ。リアルにぐぬぬぬっていうやつ初めて見たな。そんなことより見せてみなさい。何を？テスト？テストよ、テスト。はいはい。何よこれ。全力出したんだけどな、今回結構難しくなかったか？このくらいのテストなんて前のあなたなら余裕で全教科満点だったくせに。無理無理、満点なんて小学生以来取ってないな。うん、やっと言った。俺はもうあの頃のように成績にこだわって勉強のことばかり考えていたくない。社会に出るまでの貴重な20年を勉強だけに費やしたくない。何よりも俺は今の自分の方が好きだ。それにしても美少女は膨れっ面も可愛いもんなんだな。
失礼しました。おかしい。俺にイチャモンつけに来るのが日課になっている辻がここ1週間ぐらい一度も俺の前に現れなかった。おかしい、おかしすぎる。あの辻が何かあったのか。この間適当にあしらいすぎたかな、それともさすがにもう諦めたか。ごめん、よそ見してって。いてて、て、いえ、こっちもよく見えてなくて。辻？どうしたんだそのメガネ、目悪かったっけ。普段はコンタクトなの。でも急に目の調子が悪くなって、しばらくコンタクトはつけちゃダメってお医者さんが言うから。昔つけてたこんなメガネしかなくて。あ、ほんとだ、ちょっと目が赤いな。このメガネどっかで。ん？近いんだけど。あ、ごめん。今回はたまたまこんなメガネかけてるだけなんだから。田辺みたいに好んでダサいメガネかけてるわけじゃないんだから。俺のメガネは外すタイミング逃しただけなんだけど。今だって可愛いメガネ注文してて俺待ちなだけだもん。田辺はどうせずっと彼女もできないだろうけどね、そんなダサいメガネだもんね。彼女ぐらいいるよ。え、あ、やば、彼女いるの。え、うん、ラブラブなの。どのくらい付き合ってるの。え、2年ぐらいで、ラブラブかな。どんな人。同じ学校。写真、写真見せて。写真、どうしよう。写真は2年も付き合ってるなら写真くらいいくらでもあるでしょ。う、これでいいか。こんなのしかないぞ。辻？え？泣いてた？この写真を見て。なんで？いや、考えたってわかるわけない。それなら考えるよりも追いかけろ。見つけた。なんで泣いてたのか聞いてもいい？昔塾に通ってたでしょ、田辺くん。田辺くんなんて初めて言われた。うん、私も同じ塾に通ってたの、11から3年間。え、ごめん、全然覚えてない。そんなに話したことなかったし、私今と全然見た目違ったから。今より少し太ってて、このメガネに黒髪を下げてダサかったからわかんないと思う。同じ教室にいたこともあったけど。ん？黒髪のお下げ、もしかして。私中学の頃は見るからにガリ勉なのに、今ほど成績が良くなくて、もっと頭が良くなりたくて塾に行ってるのにって焦ってた。そんな時に田辺くんが塾に来たの。田辺くんは塾でも全国でも1位で、羨ましくて嫉妬した。でもそれ以上に憧れてた。同学年で一番頭がいい人が身近にいるってすごい確率だと思ったし、目標が近くにいるってことが嬉しかった。でも徐々に田辺くんに私のことを知ってほしい、ライバルだと思われたいって思うようになった。少しでも田辺くんに近づきたくて、同じ高校に行けるように必死に勉強してさ。今考えると普通に怖いよね。いや、そんなこと。無事合格してからは見た目も恥ずかしくないようにと思ってダイエットもして美容も研究した。生まれ変わった新しい私を見つけて欲しかったの。でも高校に入って田辺くんは高校のテストですら
平均点そこそこしか取らないようになってて愕然とした。そんなわけないって一人で勝手に怒って、またあの頃みたいに勉強頑張ってくれると思って田辺くんのことを煽ってみたりしてたの。そういうことだったのか。初めは憧れだった。でも怒りとか、そこからさらにいろんな感情が湧いてきて、気がついたら田辺くんのこと、中学からきっとそうだったんだけど、もっと好きになってた。え、でもついさっき失恋したの。だから泣いたの。ちょっと待ってて。え、田辺くん何を待ってるの？うん、もうすぐ。あ、田辺くん、これは何の嫌がらせ？失恋を念押ししたいの？違う、この子は。突然呼び出したくせに、どういうこと？お兄ちゃん。お兄ちゃん？そう、この子は。自分の彼女にお兄ちゃんと呼ばせてるの？違うわ、この子は正真正銘俺の妹のコトコだ。アスカの妹のコトコです。1年生です。あ、誤解は解けた。じゃ、私先に帰ってるね。嘘ついてごめん、辻に言われてイラッとしてつい。うん、私こそごめんなさい。辻の気持ち素直に嬉しい。嫌われてると思ってたから。でも急すぎてまだ自分の気持ちがわからないんだよね。だからまずは友達からでもいいかな。え、いいの？ちゃんとした返事はもっと辻を知ってからでもいいかな。うん。あ、田辺くんこっち。あれから俺たちは週末によく遊ぶようになった。辻は今までみたいな強い口調ではなく、普通に接してくれるようになってすごく話しやすくなったし、本当の辻が見れて嬉しい。どうかした？田辺くん、私服は悪くないのに、そのメガネがね。ああ、これ別にかけなくても。えい。あ、ちょっと。え、普通にかっこいい。おい、今日辻に俺の気持ちを伝えるつもりだ。俺も好きですって。今話題沸騰の天才少年、寺田真人くんです。こんにちは。真人くんはなんと、とっても頭が良くて、 IQ がいくつなんだっけ？130みたいです。 130? すごいね。 IQ130 の天才少年と呼ばれ、ちょっとした有名人になったのはもう10年も前の話。寺田、お前またこんな点数取って。あはは、頑張ったんですけどね。高校2年生になった今では、赤点ギリギリの平凡な高校生男子を演じている。実は俺がバカなふりをしているのには理由がある。もう少しサビはテンポ上げるか。ハスミもだ。なんだこの点数。え、そんなにひどかったんですか？すっとぼけた返事をしているのは蓮見千佳、俺の隣の席の女子だ。日本人離れした容姿と気さくな性格で男女問わず人気がある。こないだの席替えで隣の席になったが、挨拶をする程度の関係だ。蓮見ってそんなに頭良くなかったのか、意外だな。いつもは元気いっぱいの蓮見だが、今日は今にも死にそうな顔をしている。珍しいな、なんて思っていたら目が合ってしまった。あ、なんだ。昼休みに給湯の理科準備室まで来て。あと？
で、なんで俺はホイホイ来てるんだよ。しかも俺の方が先に着くとか、ワクワクしてるって思われそう。お待たせ。え、なんで鍵閉めるの？そりゃ、二人っきりになりたいからだよ。え、誰も来ない給湯で密室？もしかして…寺田くん、あの…勉強を教えてください！え？今回のテスト、ほぼ赤点なの！昨日はあまり気にしてない様子だったよね。親と部活の顧問にバレたの！追試で80点以上取らないと部活辞めさせて塾に行かせるって。私部活大好きなの。塾なんて絶対嫌だからって、なんで俺も赤点ギリギリだよ。本当は頭いいじゃん、寺田くん。え、これ寺田くんだよね。同姓同名じゃないかな。ううん、これは寺田くん。なんでそう言い切れるんだよ。私にはわかる、これは間違いなく寺田くん。誰も気づいてないかもしれないけど、これが寺田くんだっていう特徴があるから。圧が強すぎる。わかった。その代わり、それが俺だって誰にも言うなよ。やった。じゃあ明日からよろしくね。次の日、学校近くの図書館で早速追試対策の勉強会が始まった。じゃあとりあえずこれを解いてみて。今のレベルを把握するために作ってきたから。え、私のためにわざわざ？ありがとう。どういたしまして。で、昨日お願いしたものは持ってきてくれた？あ、うん。でももう終わったテストの答案なんて何に使うの？いいから。俺は蓮見に過去3回分のテストの答案を持ってくるようにお願いしていた。どのあたりが苦手なのか実際の答案からも見てみようと思ったからだ。だが、なんだと？これはマジか。難しすぎるよ。だろうな。はすみ、選択問題以外ほとんど解けてないからな。そう、はすみの答案の正解しているところは全部選択問題のみ。その他は9割不正解だった。そりゃ俺が作ってきた問題も解けるわけがない。これは骨が折れそうだ。え、骨折？物の例えだ。俺は1年の問題から一つずつ丁寧に教えていった。最初は不満げだったはすみだが、少しずつ問題が解けるようになり、楽しくなってきたのか想定以上に頑張ってくれた。解けた。勉強会を始めて1週間、蓮見は俺の予想をはるかに超える勢いで成長していた。すげえ伸びしろだな。うん、ほぼ正解。俺が作った問題とはいえすごいな。蓮見、本当に頑張ったな。え、ありがとう。休憩がてら中庭でも行くか？うん。ねえ、なんで本当は頭がいいのにいつも赤点ギリギリなの？まあちょっとな。キーちゃんまずかった？ハスミなら話してもいいか。いい大学入ることよりやりたいことがあるから。でもそれとテストは。親も親戚も先生もみんな俺のためとは言うけど、天才少年と呼ばれた俺を自慢の道具にしたいのが見え見えで鬱陶しくてさ。そんな時、俺を救ってくれたのが音楽だった。だから俺も誰かの心に届く曲が作りたい。バンドとか歌手ってこと？ううん、俺は作曲。どうしても音楽の道に進みたかったから、少しずつ勉強に追いつけなくなったふりをして、俺に勉強だけを押し付けてきた大人たちの期待を裏切ったんだ。かっこいいね。そうかな。ねえ、作った曲あるんでしょ？聞きたい。え、
嫌だ。なんで？そんな恥ずかしいことできるか。あ、じゃあ追試で全教科85点以上取ったら聞かせて。う、まあ全科目は無理だろうな。わかった。やった、約束だからね。昨日の約束の効果なのか、蓮見のやる気と集中力が尋常じゃない。そんなに俺の曲を聴きたいのか。あ、そういえば蓮見って合唱部だっけ。あれ、チカちゃん。あ、学年1位の沢井。テスト終わったのに勉強、なんでなんで。つーか、ここで会ったのも運命じゃね。遊びに行こうよ。今勉強教わってるの、静かにしてくれない？はあ？なんだよ、せっかく誘ってんのに。ていうか、教わるってこいつに？バカに教わっても意味ないと思うよ。それにチカちゃんは勉強できなくても可愛いんだからいいじゃん。はいはい、俺のことをバカにするのは結構そういう風にしてるんだし。はあ？でもな、こうやって努力してる人までバカにする資格お前にはねえよ。ほら、あっちで図書館の人が超睨んでるぞ。くそ、ありゃ小物感すごいな。美人も大変だな。あの人1年の頃からしつこくて、他の男子もだいたい見た目で言い寄ってきてるってわかるから嫌になる。実際そう言ってくる人もいたしね。顔以外に取り柄ないとか、顔以外好きなところないとかさ。ひどいな。私は少しずつお互いのことを知って、好きってそうやって芽生えるものだと思ってた。相手をよく知らないのに好きとかおかしくない？スピード感が合わない時点で無理なんだよね。だからやっとちゃんと話せる人、寺田くんに出会えてよかった。え、さ、勉強勉強。じゃじゃーん、見てこの点数。おお、マジか、頑張ったな。寺田くんのおかげだよ、本当にありがとう。て、寺田くん。ごめん、蓮見がこういうの嫌だって知ってるのに、俺蓮見のこと好きになった。え、嫌いなことから逃げるんじゃなくて、克服して楽しめるような蓮見を尊敬してる。短い時間だったけど蓮見と話せてすごい楽しかった。ごめん、俺他のやつらと同じだな。寺田くんは他の人たちとは違うよ。え、だって私も寺田くんのことが好きだもん。そういえば、前に言ってた俺の特徴って何だったんだ？知りたい？え？それは…は？ここ！え？寺田くん、ここにハート型のあざがあるんだよ。普通に教えろ！あ、約束！曲聴かせて！やっぱり覚えてたか。もう、うやむやにしようとしてたの？わかったよ。ほら。なにこれ、めちゃくちゃいい曲。自分の曲に蓮見の歌声が重なった瞬間、鳥肌が立った。これが俺の求めていた音楽なのかもしれない。蓮見、俺の曲歌ってくれないか。え？その後、俺が作詞作曲した曲を蓮見が歌った動画を軽い気持ちでアップしたら、爆発的な再生回数を記録。顔出しをしていなかったこともあって、突如現れた謎のアーティストと話題になった。蓮見はもっと勉強も頑張って高学歴歌姫でも目指そうかなと冗談を言っていたが、彼女なら本当に実現してくれるかもしれない。
はあ、疲れた。は？これ何か注文したっけ？実家からの荷物か？っていうか、置き配にしてはでかすぎるだろ。なんだこれ？寒い。さつき？ひとし帰ったのか？帰ったのならただいまを言いなさい。なあ、ただいま。ってうちの父さんの真似するなよ。なんでここにさつきが？段ボールで寝てたのか？長期間今4月だぞ。君こそこんなに遅くまで仕事してるなんて正気か？もう日付が変わってるじゃないか。俺には俺の都合ってものがあるの。遅い時間に騒ぐんじゃない。ご近所に迷惑になるだろう。やれやれ、やっと部屋の中に入れるのか。部屋にあげてもらえるだけでもありがたく思うよ。彼女は見たか、さつき。俺、新座ひとしの幼馴染だ。子供の頃から異次元の頭の良さで、今はどこかの研究機関で研究者をしているらしい。中学までは同じ学校だったから遊ぶこともあったけれど、高校は最難関校に進学して、その後アメリカの大学に留学した彼女と平凡な学校に進学した俺に接点などあるはずもなく、今日こうして会ったのは十数年ぶりだった。で、何しに来たんだ？何よ。そうだな、君と同棲しに来た。は？簡単に言うと家出だ。母さんが私の生活態度にうるさくてな。君の部屋に住まわせてくれ。何を言ってるんだ。家出？親がうるさいなら普通に一人暮らしすればいいだろう。そうしたら自分で食事を作ったり掃除しなくてはいけないだろう。あのな、100歩譲って一緒に暮らすとしても、自分のことを自分でできないようなやつと生活するのはお断りだ。さっさと実家に帰っておばさんに謝るんだな。なるほど、自分のことができれば一緒に暮らしてくれるんだな。いや、そういう意味じゃ。全部君が教えてくれ。とはいえ今日はもう遅い。明日からよろしく頼む。おい、こんなところで寝るな。なんでこんなことに。こうして俺はなぜか幼馴染のさつきと同棲することになってしまった。あのな、そもそも同棲っていうのは好きな者同士がするものであって、俺とお前みたいなただの幼馴染、しかも年頃の男女が一緒に暮らすっていうのは良くないと思うんだよ。うん、このカレーうまいな。あ、そう、ちょっと時間かけて玉ねぎを炒めてみたんだ。ってさつき、俺の話聞いてる？聞いてる。つまり私が君を好きなら問題ないんだな。またそういうこと言う。5日前俺の部屋に転がり込んできた時も、自分のことができれば一緒に暮らしていいんだなとか言ってたけどな、これはそういうことじゃないんだよ。後から俺を好きになりましたって口で言ったって。私の作ったサラダはどうだ？の、うまい。このドレッシングどこで買ったの？レシピ動画を見て作った。手作りなのか。って話をはぐらかすな。君のおかげだ。え？今まで料理を作ろうなんて思ったことなかったが、君に認められたい、君にうまいと言ってもらいたいと思ったら自然とレシピを調べていたんだ。ああ、そう。こうして作ってみると料理は実験に似てるな。高校生の頃の科学の実験みたいだった。なんだか初心に戻れた気がする。さつき、今も研究室で実験ばかりしてるって言ってたけど、もしかして仕事で何かあって俺のところに来たのか？なあ、何かあったのか？急に俺のところに来るなんて。おばさんと喧嘩しただけなら俺のところじゃなくても他に行くところがあったんじゃないか？彼女が俺を頼った特別な理由があるような気がした。というか、会ってほしいと思った。だって俺は子供の頃からさつきのことを。同じ研究所の同僚に私の論文は AI が書いたみたいだと言われたんだ。それは、ごめん、どういう意味？
人間らしさがないらしい。きっとろくに恋愛もしてないんだろうと言われたよ。そんなのモラハラじゃないか。そうだな。私も頭にきて言い返そうとしたら君の顔が浮かんだんだ。何を言って。これは恋愛ではないのか。私は今まで恋人を作ったことがないからわからないんだ。処女だし。ああそういうこと言うんじゃありません。もうそんなの俺にはわかんねえよ。何をもって恋愛感情というかは人それぞれなんじゃないの。例えば。例えば？キスしたくなるとか。その相手と何をしたいかっていうので判断する人もいるだろうし。なるほど。じゃあしてみようか。やめろ。この日からサツキはキスマになり、好きあらば俺にキスしようとしてくるようになってしまった。おはよう。こら朝っぱらから何考えてるんだよ。行ってきます。忘れ物だぞ。新婚か。なにどうした。ひとし、一緒に入ってもいいか。裸の付き合いをしたらキスなんて恥ずかしくなくなるだろう。どういう理論だ。こんな調子だ。そして俺はついに我慢の限界を迎えた。たったいまモース。珍しいな、こんなに酔っ払って帰ってくるなんて。さつき、覚悟しろよ。何？いいか、俺の恋愛感情は、好きな子からキスしようって言われたって酒の力を借りないとキスできないくらい重たいんだ。ひとし、なぜ幼稚園の時から好きなんだからな。それなのに簡単にキスしようとしやがって、恋愛感情じゃありませんでしたって後から言っても話してやらないからな。あ、おい。まったく、私のだってなかなか重いと思うんだがな。なあなあサツキ、どうした。ひとし、このアニメに出てくる大人が子供になっちゃう薬って本当にあるのかな。さあ、ないという証明をする方が難しいだろうな。え、じゃあサツキ作れる。君は私を何だと思ってるんだ。え、天才だと思ってる。天才。なあサツキ、大人になったらこの薬作ってくれよ。何に使うって言うんだ。大人になったら俺とサツキはきっと全然違う仕事をするだろう。そしたら遊べなくなっちゃうから、たまに子供になって二人で思いっきり遊ぼうぜ。うん。もうすぐで完成するからな、ひとし。私の名前は平野あずさ。新卒で入社して早5年。毎日楽しく真面目に仕事をしている。平野君、今この仕事を頼めるか。はい、大丈夫ですよ。ありがとう。平野君は新人の頃から真面目でしっかり者だな。ありがとうございます。あずさ先輩、今ちょっといいですか。大丈夫だよ。どうかしたの？この資料の書き方、合っているのか見てもらいたくて。オーケー、すぐに確認するね。自分で言うのもあれだけど、周りには信頼されている方だと思う。もともと人と関わるのが好きで、誰とでもすぐに仲良くなれるところが長所だと自覚しているけど、そんな私でも唯一苦手な社員がいた。あずさちゃん、今日も可愛いね。ありがとうございます。
あずさちゃんとお付き合いしている男は幸せだろうな。付き合ってる人はいるの？もしいないなら立候補しようかな。数ヶ月前に中途採用で入社した川野正臣さん、年齢は40歳で私よりも年上だけど、一応私の方が会社の先輩。先輩としていろいろ教えていたら変に好かれてしまったようで、よく話しかけられるようになった。それは別にいいんだけど、仕事もせずによく話しかけてくるので、私も仕事を中断しなければならない時もある。私も上司も川野さんに注意するんだけど、あまり聞いてくれなくて困っていた。そんなある日のこと、他の部署から菅原大地さんという社員が移動してきた。菅原さんはいつも一人でいて、なぜか仕事を割り振られず、いわゆる社内ニート状態。そんな彼が少しかわいそうで、私はとりあえず声をかけまくった。菅原さん、こんにちは。今からお昼ですか？あ、はい。え、菅原さんってお弁当持ってきてるんですか？すごい。夕飯の残り物だけど。料理もするんですか？上手ではないけどね。昨日も包丁で怪我しちゃって。え、本当だ。大丈夫でしたか？大丈夫です。それならよかったです。でもお弁当なんてすごいですね。私はほぼ毎日社食かコンビニなので、尊敬しちゃいます。ありがとう。そういえばこの部署にはもう慣れました？まあ少しずつ慣れてきてると思うよ。よかった。何かあったら遠慮せず声かけてくださいね。わかった。優しいんだね。そんなことないですよ。じゃあ私そろそろ食堂行かないと。あ、あずさちゃんも食堂？じゃあ僕も行こっかな。え、じゃあ一緒に。ああ、楽しみだね。あずさちゃん、資料室にあるはずの資料が見つからないんだけど、一緒に探すのを手伝ってくれない？え、私ですか？そうだよ。他に誰がいるんだよ。すみません、今ちょっと手が離せなくて代わりの人を。そんな仕事は他の人にやらせて一緒に探してよ。川野さん、資料は種類ごとに分けているので、ラベルを確認すればすぐに見つかると思いますよ。はあ？平野さんは今日中に仕上げなければいけない仕事を任されているんです。どうしても一緒に探したいなら俺が一緒に行きますが。自分で探すからいい。ありがとうございます。どうすればいいのかわからなくて。大丈夫ですよ。仕事頑張ってくださいね。お疲れ様です。菅原さん、もう帰りますか？うん。平野さんも？はい、確か同じ駅でしたよね。途中まで一緒に帰りませんか？いいですよ。夜も冷えてきましたね。そうですね。平野さんはどうして俺によく話しかけてくれるんですか？え？だって移動したばかりで不安じゃありませんか？私は入社した頃、研修が終わって同期ともバラバラになって、今の部署に配属された時、実はちょっと不安で。だから少しでも不安が和らげばいいなと思って声をかけてました。そうなんだ。平野さんいつも笑顔で、上司からの信頼も厚いし、後輩の面倒見もいいから、不安な時期があったなんて意外だな。結構言われるんですよそれ。菅原さんは最初は話しかけても反応が薄かったけど、少しずつ会話も増えてきた。しかし社内ニートであることは変わらず、いつも一人でぼーっとしているようだった。私は何か悩みがあるのかもしれないと思い、
菅原さんを食事に誘うことにした。お疲れ様です。菅原さん、今日はもう帰りますか？はい、そろそろ帰ろうかなって思ってました。じゃあ突然なんですが、食事でもどうですか？食事急に言われても困りますよね。今日じゃなくても明日とか来週でも。ふざけんなよ。その時突然パシャと水の音が聞こえ、気づくと菅原さんの頭がびしょ濡れに。すぐ隣には川野さんがお茶の入っていたコップを持って顔を真っ赤にして菅原さんを睨んでいた。ホットでのお前なんかがあずさちゃんにベタベタするな。あずさちゃんは僕のことが好きなんだぞ。僕から奪うな。え、私が川野さんのことを？いつそんなこと言った？ああ、びしょ濡れだ。やけどしなかったのが不幸中の幸いだな。平野さんはお怪我ありませんか？ないですけど、菅原さん、いえ、社長こそお怪我は。え、社長？俺は髪が濡れただけなので大丈夫ですよ。なんで社長なんかがこんなところに？数日前、部長さんから仕事もせずに他の社員に迷惑をかけている契約社員がいると相談されたんです。そこで社長である俺が少し変装して他の部署から移動してきた社員として少し様子を見ることにしたんです。後から聞いた話だけど、部長やベテラン社員は社長が変装しているのを知っていて仕事を割り振っていなかったそうだ。他の社員は聞かされていなかったけど、菅原さんの顔や名前ですぐに社長だと気づき、声をかけていいものか迷っていたみたい。つまり菅原さんが社長だということに気づいていなかったのは私と川野さんだけだったのだ。川野さん、はい。お茶を俺にかけたことは暴行罪にあたると知っていますか？部長さんから聞いていた通り、あなたは他の社員の仕事を妨害している。この会社には必要ないみたいです。被害届を出されるか、この会社を去るか、どちらか選んでください。自主退職させていただきます。川野さんはすぐに荷物をまとめ会社から出て行った。菅原さんが社長だと全く気づいてなくてすみませんでした。謝ることはないですよ。それにしても本当に気づいてなかったんですか？はい、社長前髪で顔を隠していましたし、名前は同じだなと思ったんですが、同姓同名かと。ははは、あずささんって鈍感なんですね。すみません。どうかしましたか？急に名前を呼ばれてびっくりして。ダメですか？ダメじゃないです。よかった。ところで食事の件ですが。あれは気にしないでください。いつも一人でいるから何か悩みでもあるのかなと思って誘っただけなので。本当に優しいんですね。ますますあずささんのこと気になってきました。え？では改めて俺の方から食事に誘わせてください。今週末俺と一緒に食事でもどうですか？え？はい。よかった、楽しみだな。当然翌日から菅原さんはこの部署に来なくなった。しかし私たちは連絡を取り合ったり時々食事をしたりしながら距離を縮め交際することになった。この部署と私を助けてくれたヒーローを今度は私が支えたいと思います。私の名前は春田朝香。
ごく普通のと言いたいところだけど、普通よりちょっと、いや、かなり貧乏な高校生だ。日々バイトをしてなんとか生活している。料理が好きでもっと勉強したかったけど、やっぱり学校に行くお金までは準備できそうにないので、高校を卒業したら就職をしようと思っている。周りはみんな進学か、いいな。友達がちょっとだけ羨ましいと思うことはやっぱりある。だけど私はこれでいいと思っている。お母さんは私が小さい頃にお父さんを亡くして一人で私を育ててくれた。そんなお母さんが大好きだから納得している。今日は雨が降って寒くて、私は帰り道を急いでいた。しまった、降り出す前に帰るつもりだったのに結構降ってきちゃった。そう思って急いでいると男の人がうずくまっていた。え、どうしたんだろう、事件？事故？すみません、大丈夫ですか？返事がない。もうすでに、なわけないか。着ているものは濡れてるだけで汚れてはないし、もしかして酔っ払いかな。そう思って警察を呼ぼうとしてスマホを取り出した時、男の人のお腹が鳴った。お腹空いてるんですか？そう聞くと男の人はこくりとうなずいた。あ、ちゃんと生きてた。じゃあうちに行きますか。夜ご飯、焼きそばですけど。するともう一度男の人はうなずいた。聞こえてるなら返事くらいすればいいのに。私は口を尖らせつつ、びしょ濡れで腹ペコじゃあんまりだなと思って、うちにその人を連れて帰ってみた。なんとなく悪い人には思えなかったのだ。とりあえず私の一番大きいスウェットとタオルを渡してお風呂に入ってもらった。今日はお母さんは夜勤の日だから事後報告で問題ないだろう。私は軽く体を拭いて着替えて夜ご飯を作り始めた。玉ねぎ、人参、ピーマンと豚肉を炒めて、ちょっとだけハムを入れるのがうちの焼きそばの定番だ。玉ねぎをちょっと長めに炒めて甘みを出すのがポイントで、これをちゃんとやるとお母さんが作ってくれる我が家の焼きそばが完成する。うまくできてこっそり喜んでいると男の人がお風呂から出てきた。ちょうど焼きそばができた頃です。食べてください。あ、ダメですよ。ちゃんと髪の毛乾かしてください。今ドライヤー持ってきますから。大人なのにめっちゃポンコツな人だな。そう思いつつドライヤーを持ってきて男の人の髪を乾かしてあげた。髪が長くて顔が見えなかったけど、髪を乾かしたら案外イケメンさんだった。そしてまたまたイケメンさんのお腹が鳴ったので、私は思わず笑ってしまった。そうでしたね、焼きそば食べましょうか。イケメンさんはお箸を持って手を合わせていただきますのポーズをした。礼儀正しいその仕草に少し和みつつ、私も焼きそばを食べ始めた。うん、ちゃんと美味しい。そう思って目の前のイケメンさんを見ると箸が止まっていた。ごめんなさい、もしかしてお口に合いませんでしたか？おいしい。え？おいしい、おいしい。イケメンさんはすごい勢いで焼きそばを食べ始めた。お口に合ったようなら何よりです。焼きそばはあっという間に全部なくなった。ごちそうさまでした。お粗末さまでした。ありがとうございます。いえいえ、なんだか大変そうだったので。お金払います。いえいえ、本当に大丈夫です。お腹いっぱいになりました？本当に美味しかったです。本当に本当にありがとうございました。イケメンさんはそう言って帰っていった。数日後、我が家のインターホンが鳴った。先日はありがとうございました。あ、はい、この間のお洋服ここに入ってますので。お礼がしたいのでうちに来てもらえませんか？いえいえ、そんなお気になさらず。ダメですか？イケメンさんがシュンとしてしまったので、さすがに気の毒になってしまった。じゃあほんの少しだけ。豪邸と来たか。連れてこられたのは見たことがないくらいの豪邸だった。ちょっと唖然としてしまって、むしろ
焼きそばなんて出して失礼だったんじゃないかと急に不安に襲われた。どうぞ。あ、はい、お邪魔します。お家の中もちゃんと豪邸で若干引いてしまう貧乏女子高生の私には眩しすぎるお家だ。あの、あ、すみません、どうぞ。いえ、お先にどうぞ。いえいえ、そちらからお願いします。では、あのですね、先日の焼きそばの味がどうしても忘れられなくて、実質拉致のつもりでお連れしました。ごめんなさい、ちょっと私の知ってる拉致と違ってたので今驚いてます。それで私を拉致して何をさせたいんですか？まさか焼きそばが食べたいだけなんてことないですよね？そのまさかです。あの焼きそば本当に美味しかった。ちゃんと味がしました。冗談ですよね、あれ市販の焼きそばですよ。女子高生をわざわざ拉致してまで。あの焼きそばが食べたくてうちのシェフに作ってもらったりしたんです。だけど味がしなくて。イケメンさん、さっきから味がするしないって言ってますけど、一つ聞いていいですか？はい。あの、もしかして味覚障害ですか？はい、よく気づきましたね。普通の人は美味しいとかまずいとか言いますけど、味覚障害の人は味の有無の話をすることが多いので。お恥ずかしながらおっしゃる通りです。あなたの焼きそばだけ味がしたんです。それが忘れられなくて。それで拉致？そうなりました。極端ですね。苦肉の策でした。わかりました、ご飯作りますね。本当ですか？はい。実は子供の頃私も味覚障害になったことがあった。忙しそうなお母さんに遠慮して毎日スーパーやコンビニのご飯を一人で食べていた時だ。多分人生で一番辛かった時間かもしれない。だからイケメンさんのことを放っておけなかったのだ。ちょっと、ちゃんと起きてください。朝は一回は起きなきゃダメです。眠い、寝かせて。わかります、わかりますけど一回起きましょう。規則正しい生活は基本です。これはダメだ。イケメンさんの名前は大和田幸人さん。アプリケーション開発の仕事をしているらしく、昼夜逆転、睡眠不足は当たり前、運動もせずに暮らしていて、食事はほぼサプリメントだったらしい。それは病気になっちゃうよね。味覚障害は劣気とした病気だ。何を食べても味がしなくて美味しくなくなってしまう。私も最初は戸惑った。お母さんが一緒に根気強く生活改善に付き合ってくれなかったらずっと苦しむことになっていたかもしれない。幸人さん、二度寝しないで。一旦起きてちょっと一緒にお散歩しましょう。わかった。うん、行きましょう。戻ってきたらお昼寝しましょう。うん。子供みたいにうなずく幸人さんを連れてお散歩に出た。少しずつ改善したらいいなと思いつつ、外を散策するとやっぱり朝日が気持ちいい。爽やかだね。ですね、小鳥鳴いてますよ。寒い。それは確かに。帰ったらホットココア入れるので一緒に飲みましょう。結局拉致ではあんまりだということで、住み込みのバイトとして働くことにして、お母さんに許可をもらった。学校のリモート授業はちゃんと受けるのが条件だった。だから今日みたいに一緒に朝に散歩をしたり、ゆっくり幸人さんにお風呂に入ってもらったりして、とにかく味覚を取り戻せるように取り組んでいた。その間も幸人さんは私の作ったカレーを食べたり、スパゲッティを食べたり、ハンバーグを食べたりしていた。おいしい。それは何より。あ、ほんとだ、上手にできてる。衣がサクサク。おいしい。おいしいしか言ってない。今日はとんかつだった。お塩と大根おろしで食べるのがお気に入りの食べ方だ。だって本当に美味しいから。まだ他の人が作ったご飯はダメですか？うん、シェフが昨日ビーフストロガノフを作ってくれたんだけどダメだった。そっか、根気よくやりましょう。味覚を取り戻したら世界に色が戻りますから。うん。
ゆきひとさんは子犬みたいでちょっと可愛い。アプリケーションを開発しているときは専門用語を多発していて怖いときがあるけれど、普段こうして一緒にご飯を食べているとちっちゃい子と一緒に過ごしているような感覚になる。大人なのに変なの。私はゆきひとさんが少し可愛く思えるようになっていた。そして数ヶ月後、ゆきひとさんは味が分かるようになったのだ。しょっぱい、甘い、酸っぱい。わあ、ゆきひとさん、すごいすごい、シェフさんのご飯の味合ってます。嬉しい、味がする。よかった、これでゆきひとさんもう一人で大丈夫ですね。一人？はい、一人で何でも美味しく食べられます。本当によかった。そっか、そうだね。そしたら私は家に帰りますね。本当によかったです。ゆきひとさんは少し何かを考え込んでいるようだった。だけど味覚障害が治ったなら私がここにいる意味はもうないし、さすがにあんまりいると私もゆきひとさんと離れがたくなってしまいそうだった。だからこれでいいんだと自分に言い聞かせて家に帰った。私は家に帰っていつもの日常に戻った。数日後、ゆきひとさんのお家からたくさんのお金が振り込まれて、私とお母さんは目を白黒させてしまった。さすがにこんなにはもらえないわね。申し訳ないよね。ちょっと話してきたら？心配だし様子見にちょっと行ってこようかな。そうしておいで。こんにちは。朝香。あ、ゆきひとさん、どうしたの？っていうかちょっと苦しい。朝香がいなくて寂しかった。ゆきひとさん、大人ですよね。うん。ちゃんと寝てます？ご飯食べてます？ちゃんとしてる。私は抱きついてくる大型犬を引き剥がすようにゆきひとさんから離れようとした。それでもゆきひとさんは私から離れてくれない。どうやら相当寂しかったみたいだ。これを可愛いと思っちゃうんだから私も認めなきゃな。ちゃんと朝も起きてます？朝は眠い。あ、もうちゃんと起きないとちゃんと寝れなくなってまた味覚障害になっちゃいますよ。それは嫌だ。ゆきひとさんは拗ねたように口を尖らせた。そうそう、お金多すぎます。確かに拉致されてバイトできなかったから、その分のバイト代としてちょっともらえると嬉しいって話はしましたけど、度を超えてます。サラリーマンの生涯年収を女子高生のバイト代で振り込んじゃダメです。朝か大学行きたいって言ってたから。え、覚えてたんですか？朝香が言ったこと全部覚えてる。そっか、そうでしたね。ゆきひとさんは記憶力がとても良かった。最初は口数が少なかったから誤解していたけど、とても頭のいい人だと感じていた。だから受け取ってほしい。でもさすがに多すぎます。あの金額の 0.1% くらいで。そしたら朝か、またバイトして。え、もしかしてまた味しなくなってきてるんですか？ううん、味はわかるようになった。でも朝香がいないと美味しくない。え、味は一緒でしょ？違うよ、朝香と食べると美味しい。だから一緒にいて。あ、ダメ？ゆきひとさん、私のこと好きですか？もしかして？うん、大好き。もう可愛いと思っちゃったから私の負けです。朝香、帰ってきて。朝香がいないと寂しい。ご飯も美味しくない。本当に子供みたい。帰ってきて朝香、一緒にいたい。わかりました。やった！ゆきひとさんはそう言ってもう一度私を抱きしめた。私はやっぱりこの可愛い大人が大好きだなと思ってぎゅっと強く抱きしめた。
笹本が体育やってる。可愛いよな笹本。へそ散らしないかな。どこ見てるんだよ。どうしたかまど、難しい顔して調子が悪いのか。え、あ、ちょっと眩しくて。おお、そうか。今日は天気がいいからな。カーテンを閉めるか。なあ、俺の心のアイドルが。何を言っとるんだ、授業に集中しろ。はーい。俺は川野マサル。クラスでは目立たない系の男子だ。そんな俺だが、実は誰にも言っていない秘密がある。それは学校のアイドルと言われている笹本光と俺は幼馴染なのだ。でも学校で話しかけることはできない。自分なんかと一緒にいたら彼女のイメージが悪くなってしまうからだ。そんなスクールカーストが違う俺たちだが、疎遠かというとそういうわけでもなく。マー君、おはよう。おう。眩しい。光の笑顔キラキラしてて眩しい。まさにアイドルだな。どうしたのマー君。ああ、いや、ちょっと眩しかっただけ。ほら、今日天気いいからさ。うん、そうだね、春って感じ。俺と光はこうして他の生徒が誰もいない朝早い時間の電車で一緒に学校に通っている。もちろん他の生徒には言えない二人の秘密の時間だ。今日ね、うちの猫がね、ピョーンって冷蔵庫に飛び乗ってね。学校のアイドルとか呼ばれてるけど、中身は昔から全然変わらないんだよな。ちょっと子供っぽいっていうか、そういうところがまた可愛いんだけど。マー君、どうしたの？久しぶりに光の家の猫に会いたいなって思ってさ。本当？じゃあうちで遊ぼうよ。あのね、新しいゲームもあるんだよ。あ、マー君が遊びに来てくれるなら、マー君が好きなチーズケーキも焼こうかな。ね、いつ来る？今日？明日？なんで俺が遊びに行くだけでそんなに嬉しそうなんだよ。光は幼馴染の俺から見ても可愛い。だからこそどうしてこんな俺に今でも懐いてくれているのかが俺は不思議だった。わかったって。じゃあ金曜日の放課後は？ううん、大丈夫だよ。じゃあ学校から一緒に帰ろう。それはダメ。大丈夫か？電車が急停車して倒れそうになった光を俺は慌てて抱き留めた。安全確認のためしばらく停車します。どれくらいかかるんだ？早めに出てるから学校に遅刻することはないと思うけど。マー君。俺に抱きしめられた光は恥ずかしそうに俺を見上げていた。悪い。あ、ありがとう、助けてくれて。あれ、なんだか光の様子が。顔赤いけど大丈夫か？熱はなさそうだな。ちょっと外の日差しが強かったから。そうか。お待たせいたしました、運転再開します。よかったな。もう少しマー君とくっついていたかったな。いらっしゃいマー君、待ってたよ。おう。まずはチーズケーキ食べよう。飲み物は紅茶よりコーヒーだったよね。あ、ポテチも買っておいたの。甘いの食べるとしょっぱいのも食べたくなるよね。それが食べ終わったらゲームしようね。ああ、めちゃくちゃもてなされてる。俺は光の作ってくれたチーズケーキに舌包みを打った後、彼女が最近ハマっているというゲームをすることにした。中学生の時はマー君に負けてばっかりだったけど、今の私はあの頃とは違うのよ。ずいぶん自信があるようだな。じゃあ負けた方が勝った方の言うことを聞くっていうのはどう？いいよ。よし、行くぞ。勝てないよ。俺に勝とうなんて10年早い。いっぱい練習したのに。おい、そんなに勝ちたかったのかよ。だって
くんに彼氏になってくださいって言いたかったのに。たく、しょうがないな。ほら、拭いてやるから。ありがとう。高校生にもなってゲームで負けただけで泣くなよ。でも、約束は約束だ。ヒカルには俺の言うことを聞いてもらう。うん。いいよ。何でも言って。ヒカルが俺に何をしてほしいのか教えてくれ。え？ほら、教えてよ。泣くほど俺に頼みたいことがあるんだろ。いいの？ああ。どうせ、宿題手伝って、とかだろ。昔もそういうことあったよな。おーい！プール行かないのか？え、泣いてるの？お母さんが宿題終わらないと言っちゃダメって。まだ終わってなかったのかよ。あと5日で2学期始まるのに。だって。もう、しょうがないな。え？待っててやるから頑張れ。でも、プールの時間終わっちゃう。いいよ。俺が見張ってた方が早く終わるだろ。そしたら明日はプール行けるじゃん。マック。懐かしいな。あのね。うん。私の彼氏になってください。やっぱり、ダメ？ヒカル、彼氏って意味わかってる？恋人だぞ。俺でいいの？うん。だってお前、学校のアイドルとか呼ばれてて、それに比べて俺は。そんなの関係ないよ。マー君はいつも優しいし、私のことすごくわかってくれる。ずっと好きだったんだよ。え？ヒカルが俺のことをそんな風に思っててくれたなんて。俺も、ずっと好きだった。え？じゃあ私の彼氏になってくれるの？うん。嬉しい。こら抱きつくなってな。でも学校で言いふらすなよ。え？どうして？目立ちたくないからだよ。そっか。じゃあ帰りは？一緒に帰らない。朝は一緒に行くからな。それじゃあ今まで通りじゃん。ヒカル、目閉じて。え、こう？ほら、今までとは違うだろ。みんなは知らなくても、今日から俺とヒカルは恋人同士だ。な？やい！こうして俺は幼馴染のヒカルと付き合うことになったのだった。マー君と約束したけど。聞いてよ、昨日彼氏がさ。マジで？愛されてるね、いいな。私もみんなと恋バナしたいよ。あ、今日ジャージ忘れちゃった。彼氏に借りてくる。彼氏のジャージ借りたくてわざと忘れたんじゃないの？違うってば。いいな。ヒカルは好きな人とかいないの？実は彼氏できたんだ。え？なんだって？言っちゃった。でもマー君の名前を言わなければいいよね。嘘！誰？内緒。恥ずかしいから。教えなさいよ。ダメ、内緒なの。ヒカルに彼氏ができたらしいという話は瞬く間に学校中に広まっていった。やっぱり口止めしておいてよかったな。学校の男子が誰も彼氏だと言い出さないので、他校生じゃないかということになっているようだ。あの笹本の彼氏なんだから、きっとめちゃくちゃイケメンじゃないか。モデルみたいに背も高いんだろうな。あ、それか超金持ちとか。どれでもねえよ、悪かったな。誰にも言うなと言ったのは俺なのに、ヒカルが自分じゃない誰かと付き合ってるみたいで、ちょっと面白くなかった。我ながら勝手だな。うちのクラス、みんなお前が誰と付き合ってるのかって噂してたぞ。え、マークの名前は出してないよ。ああ、そうみたいだな。あれ、マーク
なんだか機嫌悪い？彼氏ができたことも言っちゃいけなかったのかな。でも恋バナなんてみんなしてるんだから。ヒカル、何？ヒカルは俺の彼女だよな。うん、そうだよ。だよな。なんだかわからないけどマー君が照れてる。かわいい。電車の中じゃなかったらハグしたかったな。あ、どうした？体育あるのにチャージ忘れちゃった。え、どうしよう。今日のサッカー楽しみにしてたのに。仕方ないな、貸してやるよ。やった、マー君ありがとう。かわいい。彼女の可愛さに目がくらんでいた俺は重大なミスに気がついていなかった。あれ、ヒカルのジャージいつもとサイズ違くない？彼氏の借りた。え、ヒカルの彼氏ってカバノだったの？どうしてわかったの？どうしてって、胸に刺繍入ってるじゃん。意外すぎ。どういう接点？バレちゃったんだから慣れ初めを教えなさいよ。どうしよう。ん？どうしたんだ？なんだか人だかりが。え？昼休み、たまたま校庭を通ると人だかりの真ん中でヒカルが泣いていた。おい！あ、カバノだ。噂をすればじゃん、ヒカル。え、マー君？頭に血が昇っていた俺はヒカルをかばうと、ヒカルのクラスの奴らを睨みつけた。泣かせたろ。誰？え、川野ってあんな感じだった？知らない。ただの目立たない系男子だと思ってたのに。いや、全然そんなことなかったぞ、中学の時は。ああ、俺中学一緒だったんだけど。え？俺も同じ中学だったんだけど、あいつ目つき悪くて、中学で先輩に目をつけられやすかったんだよな。だから高校では地味なふりをするんだって言ってた。え、そうなの？そうそう、めちゃくちゃ喧嘩強くて先輩の方が泣き出すから、いつも川野の方が怒られちゃってさ。そっか、笹本の彼氏って川野だったのか。そういえばあいつら小学校から一緒だよな。なんだよ、幼馴染じゃ俺らに勝ち目ないじゃん。ヒカル、大丈夫か？ごめん、ジャージの名前でマー君が彼氏ってバレちゃった。え、それで泣いてたのか？うん。そうか、バレたなら仕方ないか。というわけで、俺が彼氏です。おお、マー君。ヒカルのうっかりと俺の過剰反応により、俺たちが付き合っていることはすぐに学校中に広まっていた。悪目立ちしてしまうかと思ったが、今のところ突っかかってくるやつはいない。もしいたとしても帰り討ちにするけど、喧嘩するとヒカルが泣くんだよな。学校のアイドルの彼氏が喧嘩に明け暮れてたらイメージ悪すぎるしな。マー君、マー君。ん？ふふ、呼んだだけ。ヒカルはというと、隠さなくてよくなったことが嬉しいようで、学校の中でも俺に構ってくるようになった。一部のヒカルファンからはその姿が可愛いと評判らしい。ヒカルのこんな顔を他の奴らにも見られるのはちょっと複雑だけど、ま、いいか。ヒカル、何何？呼んだだけ。もう。ヒカルにこんな顔をさせられるのはきっと俺だけだから。最後までご視聴いただきありがとうございます。胸キュン漫画七クマでは、思わずキュンとするような恋愛漫画を毎日公開中。ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。またね。